怪我はないようだな。俺は君とかなり親しかったみたいだな。なんとなくだがそう感じる。ナース、お前本当に記憶ねえのか。あの娘はこの先にある研究所で出会った。名前はアリサというらしい。ところで君たちは。俺は東郷、前にいる反乱部隊の副官を務めさせてもらっている。反乱部隊、俺は率いているだって。そうだ。待ってくれ、冗談だよな。戸惑うのも無理はない。だが事実だ。あの日お前は三島財閥の重要拠点であるあの研究所を吸収した。だがそこで予期せぬことが起こった。 G 社の介入だ。あの惨状を見た時にはどうなることかと思ったが、とにかく無事で何よりだ。じゃあ俺だけが生き残ったのか。とにかく一度タイに戻ろう。今後のこともある。間違いないのか。本当に俺は君たちの。ああ事実だ。だとしても俺は今部隊は吸収チームが全滅したとの報告で混乱している。できれば一刻も早く戻ってもらいたいところなんだ。すまない。分かった。当面は俺の方で何とかしよう。ただしお前が戻るまでだ。すでにお前の生存は三島財閥と G 社に伝わっている。単独で行動しているお前に連中がどんな手を使ってくるか分からん。くれぐれも注意しておいてくれ。まあ、お前のことだ。そう簡単にやられるとは思えないがな。何かあったときは、これで連絡してくれ。専用の暗号回線を用意した。とりあえずは傍受されることもないだろう。ありがとう。それと忘れ物だ。これはお前のだ。あの研究所に落ちていた。悪いがこれは受け取れない。今の俺にはそういうだろうと思っていた。お前が戻るまでそれは預かっておこう。これからどうするかはお前次第だが、まずは三島平八に会ってみてくれ。以前お前は奴に会う必要があると言っていた。何がきっかけで記憶が戻るかわからんからな。俺とその三島平八とはどんな関係が。さあな。お前は自分のことは決して語ろうとはしなかったよ、誰に対しても。なじゃあ俺たちは撤収する。こうしているだけでも目立って仕方ないからな。あ、
たちどうやら味方らしい。